時点で予想通りグダグダすぎて、その時点でも諦めた方がいいでしょう。次の二人は街の月までそんな水色の夢見てた。携帯外れの車線の先で小さな体がまた飛び散った。泣き叫ぶ少女を目覚めない僕は見てた。秒針は進み出すのをやめて、世界もろとも膨らみ出そうとする。この夢は終わらない。これは枯れた彼女のお話、作られてしまった心ではもう言葉も届かない。枯れる太陽の下、青天下の目、夏バテした世間に弾き出されたような。蝉の声がもう鳴り響き始めても、ゆらゆら揺れる透ける体じゃ伸ばした手も届かなくて。携帯外れの視界の先で、秒針はふざけて立ち止まって、踏みつぶされる未来を反対車線で見てた。機械仕掛けの世界を抜けて、この葉の落ちる未来の風景へと。笑う日差しはどこかに消えて、8月は何度でも過ぎ去って、また来年だねと笑い合う。こんな未来なら携帯外れの世界の隙間、予報外れの雨が降ってきた。その時に、その時に